タディーズネスト from now。Thank you.
どの曲でもこの練習から始めるといいと思います。ジャズの中級に行く一つのきっかけになると思います。ダイアトニックからの脱却、なんとなくシャープが1個でずっと吹いているソロの例なんですね。これでかなりの曲が吹けるようになると思います。正確に的確に吹くという第一段階のそのハードルをぜひ超えてほしいんですね。これは初心者脱却の本当に大きな柱になります。吹奏楽やってたんでアドリブできません。あ、吹奏楽やってたんだったら譜面は読めますよね。要するに芸術性をより高める方に、気を配れるということですね。これが難しいところです。ここでですね、曲のアナライズ、楽曲分析という作業が必要になってくるんですね。同じコードネームでも曲とかキーによって使うスケールが変わってくる可能性があるというのは非常にコードの働きを阻害するということ。